あ、鮮やかに。あー、一気に。なんかちょっと貸してみて。おー。あー、でも一気に来たんですね。はい、こっちは透明になったと。すごい、透明の。こんな感じかな？結構入ったよ。少し振り混ぜて、おこれもなかなか映像的に綺麗。おすごい、うん。ちょっと濃いかな。これアルカリ性に調整しているので。まあこうやって青い。まあこういう色になる。はい。うん、あ綺麗。これもうすでに色が。あ鮮やかに。ああ一気に。なんかあっという間に終わっちゃったな。あっという間に。もう一回そのアルカリ性水溶液をちょっと足してみてくれる？あ終わりました。そうそうそう。じゃあ、勝ちますよ、うん。入れすぎるとね、本当に時間かかっちゃうんだけど、ちょっと貸してみて。おー。あ、でもすぐ勝ちた。もうちょっといいかな。そう。一瞬、青く見えるけど。アルカリになるけれど、一気に紫に戻って。ドライアイス強いね。相当強いですね。一気に戻っちゃいますね。はい。どうだ。すぐチュワしちゃうみたいね。結構今入れたんだけど。あー、でも一気にいきます。はい。じゃあ次。こっちにフェノルフタレインを、はい、加えましょう。色はですね、まあ、赤になりますね。よいしょ。また足し水っていうか、うん、よいしょ。色を足しましょう。ドライアイスは CO2 だから酸性酸化物ということで、水に溶けると、まあ、酸性を示すから、はい。さあ、こっちはあー薄くなってきた。あーだんだん、あーもう一気に行きましたね。一滴に行ったね。一滴に行きましたね。結構ドライアイス強いんだ、うん、強いね。じゃあ加えてみましょう。少しアルカリ強くしておかなきゃいけないね。でも何回かこうやってね楽しめるから、まかって加えてまた楽しめるっていうのは、ね、でも結構強いですね。一気に行っちゃうか。おー結構加えたんですけど、はい、あこれでも結構ゆっくりいってる。ああでも一気にいってますね。はい、こっちは透明になったと思って。すごい透明になった。